今回は、プロペラヒゲで知られる長岡外史の話題から。長岡外史は、現在の山口県出身の明治、大正期の陸軍軍人、政治家で、日露戦争では大本営陸軍部参謀次長として行動しています。1908年、明治41年に軍務局長となり、翌年には陸軍中将に昇進。1924年、大正13年には、第15回衆議院議員総選挙に出馬して当選し、1928年、昭和3年まで衆議院議員を務めていました。長岡外史は、慣例などにとらわれず、新しいものを柔軟に受け入れる人物で、初めて、スキーを軍隊に導入するなどの功績を残しています。このことが日本スキーの発祥と言われている。常に、周囲の意見に耳を傾け、自身の誤りに気づくと反省し、即時改めるなど、誠実な人柄によって、多くの人間から敬愛されていた外史ですが、多くの現代人にとっては、長岡外史といえば立派な口ひげでしょうか。最長で70センチ近い長大な口ひげを、外史本人も自慢に思っており、カメラ撮影の際には、ひげをひねり上げてプロペラひげにしてから、カメラマンに撮影のゴーサインを出していたそうです。海外の歴史系サイトが、長岡外史の写真を取り上げたのですが、やはりと言うべきか、注目されたのは、その立派な口ひげ。外国人から様々な反応が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。